うん、世田谷だもん。詳しいよ。綱島街道は全部知ってるよ。やりますか。行きましょう。よし。ちょっと次の試合はめっちゃ肩の力を入れて操作する。狼が進路を一番やってはいけないパターン。ゆるゆるでいくわ。8、9番さんだけ転校願いします。もう終わったと思ったもん。あ、終わった。はい、お願いします。思ったらロールを囲いしてるっていう。じゃあね、まあ、ルールテンプレでわかると思うけど、この村は楽しくやる村なんで、続けすれば芯取ってる方なのに、暴中傷とか暴言はやめましょうって村ね。俺してん、凶悪なんだけど。役替えはなしで。3番だけ声、あの、1人だけ声が、あの、まあ、発言力あるかもしんないけど、絶対6にせって言ってるだけで、役職を6、死んじゃねえの流れだったから6番終わったら5番が怒ってびっくり。余っている役職まさか老老学校にするとは思ってないから。ランダムで振り分けられます。これはもう終わったと思った。あなたの役職はやっちゃったと思って。です。でも投票結果が変なのと。夜が更けました。六番を占い結果気をつけてください。六番のね相方がいねえんだよあの盤面で。八しか変なことに。二番は何者かの陣外なんだよ。あとは六二番。だから陣外は2番だから2番にこれは行くしかなかったけど。2番はもう陣外。でもなんで狂人なのに6、ローなのに6に投票したんだろう。その辺が意味わかんない。5ローだと思ったのか、6神だと思ったんだ。夜が明けました。でもそれだったら5、8で試合終わってるから6ローじゃね。発言ターン、はい、2番のプレイヤーが発言します。まあ慣れてないって言ってたから2番は1ヶ月ぶりにやってるからそれのせいかもしれない。2番です。そうですね、そうだな、まあ1番目ってことで、まあ一言言うなら2周目から頑張りますぐらいしか今のところは残せないですかね。あんまりなんかちょっと1周目は発言控えようかなって思ってます。はい、はい、まあ2周目盤面出揃い次第でしっかり話したいかなと思います。はい、お願いします。3番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営のカード引きましたブブリンです。自分も2周目かなと思ってます。自分自身をね。で2番さんそれをね、じゃあ2周目守ってもらえたらな。発言控える。なるほど。何か意図があってそれを言ってるのかもしれないし、言ってないのかもしれないし、わからない。じゃあ僕も真似する。発言控えようかな。うん。ゲーム中ね、かなりパッション強くなったり、強い語尾になりますがね、それはゲーム中のことであって、自分のね、プレイスタイルとして一つ受け入れていただけたら、いや、受け入れられなかったらバチバチ叩いてください。ただ、誹謗中傷暴言は一切いません。盤面揃ってから発言伸ばしますよ。任せてください。4番のプレイヤーが発言します。そうですよ。発言控えで、まあ悪く取られるかもね、2番は。余裕があるとも取られるし。3番は、まあ、こういう人ですよっていう紹介してる感じですね。まあ困ると思いますよ、2番、3番の星座は。2周目のグレー星座聞きましょうよ。2番、3番どういう星座するか。試してみましょうよ。とりあえず、村を残して、狼ついたいですね。まあ、SDG の村人を残して、白露ついたいです。2、3割れると思います。それちょっと聞いて、みんなのグレーシャザ聞きたい。はい。ちゃんとした進行論、じゃあ進行論じゃないっていう感じだからね。役を透かしたり、柱発言とかですね。あーまあ、あぶり出し。すら、もう全般的にやめましょう。まあ、そんなことしなくたって勝てるゲームなんだから頑張れば。そうですね。まあ、とりあえず村を残しておかみつりたいですね。以上です。はい。5番のプレイヤー側が発言します。はい、特に仕様ありませんというところで、まあ、2、3は色落ちなしっていうか、何がしたいんだろうっていう感じで、正直印象は悪いですね。で、4番に関しては、まあ同意って感じですね。だからまあ、スラとかは、まあ、利がない、なんだろう。アーマーとかは本当にしないでほしいって思ってるんで、まあ下、まあ村はそれを守ってほしいなって、村が強ければ勝てるんじゃないかって普通に思ってるんで、4番の進行に乗ればいいんじゃないかなって思ってますね。はい。
まあ、2番、3番に関しては、要2周目1かなっていうところで、はい。なんか、2番がしたことで、3番が乗ったことによって、それが全く無駄に働いてないなって現状思ってます。はい。って感じかな。はい。それ以上精査できないんでっていう感じで、はい。234、2周目。6番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。占い師です。5番白把握よろしくお願いします。5番で特に気になる発言はなかったから、もう精査から外そうかな。霊能は2番立った位置で出てください。もし対抗で出た人外がそこに占いじゃない、その霊能に白をかぶせて、グレー幅が狭くなるのが嫌なんで。はい。5番がもし2周目で霊能使用して他の場所から霊能出た場合、5番の強靭があるかなぐらい。それで5番は精査から外します。話は聞きますね。はい。で、4番さん、グレーの精査、2番、3番のやつもしてくださいみたいな感じ言われたんですけど、4番さんとできないですね。2周目としか言いようがない。2番、3番。それは2番、3番自身も言ってるから、それは2周目の、僕、もし対抗出てきたら僕と対抗の発言、もしくはその、なんていう、他の霊能とかの発言によると思うかな。うん、2番、3番、4番、ともに2周目。5番、白だけ把握よろしくお願いします。まあ、僕、進化値取って、村勝たせたいと思うんで。みんなついてきてください。頑張ります。以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい。役持ってます。とだけ言っときますね。占い師、霊能騎士。それはわかんないけど、役持ってます。とだけ言っときます。6番に関しては、例えばなんだっけ。2番があの発言して3番が乗っかってる状況から、例えば2、3が茶番でやってる、または2、3はない。3番が2の役系をしたから、3番、3が色を移さないためにああいう発言をしたとか、そういう精査をしてほしかったかなと思ってます。5番に関して精査いらないって言ってるけど、そもそも5番さんは白先やし、その白先の5番がもし強靭だったとしても4番白弾きしてるんですよ。それに対して4番さんに対してどう思ったのかって6番さんだった。ちょっと待って、俺ゆるくいくわ。ああ、役持ってます。以上です。8番。のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます、レイノです。うん、まあそうだな、7番が占い師なんやったら、まあ騎士やったら別にまあそのムーブって人外に対して圧かけてるからいいんやけど、7番が占い師だったら普通に出てほしいなって感じはあるけど、まあ、とりあえず2周目からでしょう。まあ、3番に関しては2周目、ちゃんと精査するって言ってるから、3番は2周目、精査が甘かったりとか、全然精査できてなかったら、3番は十分釣り位置になるかなと思ってるし、2番に関しては、まあ、あんまり釣られ懸念ないよな。ヘイトを買うことあんま恐れてないっていう印象はあったから、あったけどね。2番が村やったら、村すらやめてな、この位置なんで、とか言えばよかったのにね。まあ、2周目。9番のプレイヤーが発言します。ああ、8番が真じゃない気がするんだけどな。8番さんが霊能を本当に持ってた時って、7番の動きって結構うざくない？結構だるいなと思うはずなんだけど、7番が占いだったらっていう精査もおかしいと思ってるし、7番の6枚の触れ方って、7番占い師じゃないと思うけど。だからなんか8、今現状8しか出てないけど、8が偽っぽいなと思ってる。あと2に対してのその最後に言ってた、2番の1だったら紫どうこうっていうのは、それは8の主観だから、2番さんはそうやって思ってない人間だから、それを押し付けるのもおかしいと思ってるかな。2、3に関しては2周目。4、5も2周目。あと6番さんは、どうなんだろう。5番強弱はないから5番の精査いらないって何回か言ってたけど、それは結構早計かなと思ってる。2周目もちゃんと聞いて、いろいろ判断してほしいなと思ってる。そこぐらいかな、6番さんに気になったのは。ぐらいですね。なんか8がすごい偽っぽい。あと7番さんに関しては、まあなんかめんどくさいなと思ってる。はい、以上。1番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。自分霊能です。8番目線おかしいんだよね。まあ9と俺が占い師って対抗出てくる可能性もあったけども、自分が現状霊能だった場合って、6番が占い師って出てる、役持ってるって透かしてる7番はほぼほぼ騎士しかないんだよね。自分がもし俺9と俺に対抗が出なかった場合っていうのはね、それでなんか占い師もあるんじゃないかなみたいな感じで、まあでもその可能性もあるけど、ほぼほぼ潜伏する理由ってないよね、占い師が。うん。全然ないと思うし。
で、まあ、2、3、4に関しては、まあ、2周目1、それはもう、ほぼ、5もね、5もか。2周目1で、うん。ちゃんと2周目の発言は頑張ってほしいなと思います。2番のプレイヤーが発言します。はい、2周目よろしくお願いします。はい。ああ、自分も打ちました。8番がスラ。7がレイノ？そうだなってとこで、どうだろう。僕は潜伏理由先言っときますけど、まあ1番手の初手の位置で、まあ4番に白が出てるっていうことしか分かっていない現状、まあ4番がどういう発言してくるのか、むしろ強靭の場合でなんか役も出てくるのか、あとまあ対抗で占いできたときに、まあどっか出てくるのかとかいろいろ探りたかったのがあって、まあ、結果対抗は6番さんで、17がレイノってことになりました、ね。まあ、4番さんから強靭名もなかったし、まあ17から出てるんで、まあ、心境盤面かなと思っているのと、まあ17に関しては、6番、まあ、ローじゃないのかなっていう感想ですね。で、6番目線、まあ、5を囲っているのも追いたいし、ただ、どうだろう。8は僕結構村っぽい、その動き、逆に、うん。3番のプレイヤーが発言します。8ってあれ陣内でやったら見事な動きなんだけど、八目線って7の役すかしっていうか役持ちをセミオープンしてきたことに対して霊能使用して、それで7にあっさりずってるんだ。ところが、1が出てきた時に1にはすらしてない。あ、そっかそっかそっか、チャットできないのか。一周目のポジションだからな。そういうことね、分かって、ごめんね。それはもう、忘れて。で、気になったのが6番さんで、5番さん精査をするって言ったら、なんで自分の力が精査するんだろうと思ったら、6番さん目線っていうのは5番が強靭出た場合っていうのは精査しなきゃいけないって言ってるんでね、強靭でなんか霊能出た場合っていうのは。ね、今出てないから精査しないんだけど、ということで、1周目から6番さんって結構新っぽいこと言ってるなと思ったんだけども、まあ2番が出てきたかな。2番さんも今、ふわーっと盤面に触れて、ゆっくり触れてったんだけれども、2番さん目線でっていうのを、5番が対抗だったらば5番っていうのを精査、もうちょっと深くしてほしかったかな。一周ね、じっくり客観的に上から聞いてたんだったらば。俺的にはね、2番さん出てほしかったな。んだよ、2番さんの前に示す、俺も発言してみますと、俺恥かいちゃうじゃんかよ。もっと情報更新でね、落としてほしかったら、そうすればバリバリとね、2と5に対してのね、精査がついたんだけど、まあ、あれごめんなさい、2と6に対しての精査がついたんだよね。しかも5点の精査もついたんだよね。いつもそんなポジションだ、俺っつうのは。はい。霊能を崩すんでしょ？霊能を崩すんだったら1から落としたいな。というだけ言っとくか。というのは、7番さん、やるかなぁ、陣外で。怖くてできねえぞ、俺だったらば。だから、8も村でいいんじゃないの？ 4 番のプレイヤーが発言します。うん。陣外だったんじゃないですか、これ。8が老化、強靭か知らないけど。今日臭かったら8が強靭で。あれだったら老なんじゃないですか。知らないけど。陣外だったパターンなんじゃない、これ。知らないけど。別に9番の指摘がおかしいわけじゃない。8番が村だったら3番と5番にいるってことなのこれ。8番は霊能じゃないなっていうふうな指摘は別に普通じゃないの。おいとも何、狼でやんのこれ。3番の何あのヘンテコムーブ。今日はピカなんか。進路でしたパターン ?5 番何これ ?6 番囲ってんの ?8 でいいんじゃない陣外最後に8番釣ったらいいんじゃないもう。なんか、まあ、今は、あれやったらいいんじゃないですか。2、2番面なんで。ああ、僕は真につかないです。2、6もわかんないです。まあ、運命 であればもう、2番死んで6陣外でいいんじゃないですか。もう、いらないです。もう、精査ができないんだったら、もう最後迷ったら、6番。いきます。なんか2番が俺に白打ってるし。ってことで、俺神々が怒ったら、6番に行けばいいんじゃないですか。もう一回言います。俺、神々が怒ったら2番死んで6番陣外でもう6つったらいいじゃないですか。
だって俺6は分かんないけど、生産も入れずに2番から4もらってるから、2番シンって言ってる人間なんだから。これで分かりやすいじゃないですか。俺神々怒ったら6人が2番シンでやればいいんじゃないですか。うん。以上です。5番のプレイヤーが発言します。え ?4 は6から行きたいの?で、7が0の一角?どうなんだろう。6からって怖い気がするけどな。どうなんでしょう。妊娠決め打ちの、ちょっと待ってね。整理しよう。圭一。6なんか偽っぽいなって思ったんだけどね、発言聞いてさっき。確かに。6からでいいんじゃない?6番のプレイヤーが発言します。もう盤面上5番の強靭は追ってないですけど、何 ?4 番、5番、6番からってどういうこと?これ2、2盤面ですよ。もうそれで、ラストウルフまで見つけられるならいいですけど、そんな無理なんで。はい。普通にもう占いじゃなくて、霊能から釣り切りです。1番、7番なんだけど、8番これどう見るかなんだよね、この村って。もう5は精査もしないけど、4が何言ってるかわかんない。占われに行ってんのかな、自分から。よくわかんないですけど、まあ4占うしかないんで、この村目線でも僕目線でもね。はい。それで4噛まれたとしても、4噛まれるか僕噛まれたとしたら、それを精査に入れてくださいとしか言えない。4占うしかないからね、あの発言ってもう。はい。ってぐらい。かな?で、そうなんだよね。8をどう見るかなんだけど、霊能って7番って8がスラする前に出てんだよね。し、難しいな。狼目はどっちも低いと思うんだよね。まあいいや、その精査はいいや。一覧釣り切りますわ。はい。で、順番はもう1から、まあ、発言は聞くよ。発言聞くけど、まあ、1、7の順番で現状行こうかなと思ってる。で、その間に2日間かけて、例の釣り切ってる間に2日間かけて、2と僕の精査をしてくださいって言ったって。で、5番目線で6の偽要素って何すかね。うん、もういいや。いや、4番占えばいいし、5番白出てるから。はい。そういう感じで。はい。ぐらいかな。で、8のそのスラ理由とか、ちょっといろいろ、もろもろ言って。はい。それによって占いちゃんはよっぽど今4行くって決めてるけど、8占う可能性もあるんで、それは教えてくださいね、8番さん。以上です。7番のプレイヤーが発言します。6番に言っとくけど、4が噛まれたら6偽って言ってんだよ。つまり4が人外だった場合って地紙せんとあかんの。なおかつ、そこにもし6が4占った場合って4黒って4地紙してます。6番さん、そんなゲームしたいっすかって思ってんだけど。そんなあからさまことないと思うんだけどね。そもそも6番って、5番に強靭線は今のところ感じない。霊能で出たら強靭で追います。で、その5番が4のことを白置きしてるんですよ。その頃に対してどう思ったのって俺、判断欲しかったんだけど、それも言わない。ってことは6番さんって遠回しに、まあ4番さんのことを白置きしてると思ってるんで、6番さんが8のことをどう見るかって言ったら、6番さんが真の占い師だったら8を占うべきですね。4なんか占ってる場合じゃないですね。4が人外だった時って嫌でも地紙しないといけないからね。6の偽を忘れるために。だから6が4を占ったら6の芯切ります。2番に関してはもごもごしとるから何言ってるのかわかりません。あと6番に言っとくけど、8が出て、9が8偽っぽいねっつって、1がドヤ顔で出てきて、その後俺が出てきたんですけど。で、その後に8ってスラしてるんですよね。で、その後に2番さんが占いして出てる。だから、出方的には2番さんのが偽っぽいけど、6番さんが何を言ってるのかわからない。で、7、1を釣り切ったらいいって言ってるけど、あなた目線4が強靭ムーブしてると思ってたんだけど、じゃあ4強靭で置いた場合って6、あ、7、1ってローなんだけど。ってなった場合、やっぱり1からつって7に色見たくないか ?6 番さん。何言ってんだよ、お前と。8番のプレイヤーが発言します。まあ、7芯決め打ちでいいと思うで。だって7番って焼くっていう出方をしとって、で、様子見たんよ。2番の位置になってから。7番どういう動きするのかなと思って。じゃあ、霊能って出たから、
ああ、なるほどね、と思ってすらしたんよ。その役って言った状態から霊能選択してるんよ。7番がジンガやったら霊能選択せんと思うけどな。だから7、新決め打ちでいいと思うけどな。ただ、まあ7番でちょっと惜しかったのは、4番が人狼で地神やせんと思うよ。あるとしたら、4番が、まあ村やって、で、人狼が、例えば2番偽で、2番が人外で、4番を噛むことによって6番を偽死させるっていう動きとかね。そういうケースもあるから、4番自身、4番が村なんやったら、そういう発言したら、それをうまく利用していくんで、人外が。だからあんま言わん方がええけどな。6番が真やったらね。だから、安易にそれは言わん方がいいと思う。はい。と思うけどな。俺は1からいきますね。あと2番と3番に言っとくけど、安易に俺を白置きしてくると、俺目線って、なんでそんな簡単に俺を白置きすんのと思ってしまうから、ちゃんと俺の発言精査して。ぐらい。まあ、9番に関しては9番がまあ俺に対して思ったことやろう。別に俺偽やし、俺霊能じゃなかったから合ってるよ。はい、一釣り。9番のプレイヤーが発言します。まあそうだね、やっぱりでも8番さんの発言聞いてもなんでそれをしたのかっていうのが分かんないんだよな。4番さんって、6の占い吸いたいような動きを言っていて、俺2、6で比べたときって6の新芽って結構あると思ってるんだよね。2番さんの発言って2周目結構薄くて、まあ、4番さんの時点では6番さんって2周目話してないけど、6の方が新かなと思って、4番さんがもし強靭でその位置で僕座ってたら、6に不当に殴って2の新上げして、今日はピスんのかなとか思った新郎新郎場面。その時って7番さん狼になるんだけど、3周目で出てきてるからね。と思ったけどな。いや難しいね。まあ8、1って出てて、8の発言の後に9番が8偽っぽいって言って1番強靭が出てきたっていう線も全然あるかなと思ってる。で7番の芯が出てきて、ただ8番さんが狼だった時って4番さんが言うように全人が露出になったから8が下がったみたいなことって全然あるかなと思ってるかな。でも8狼だったら7決め打ちたいってあんまり言いたくないかなと思ってるけど、いや、わかんないですね。3番さんは2周目ちょっと村っぽいなと思った。いや、2番さんがその位置だったら、占いで4白持ってんだったら出てくれたら、3番目線で2、6の精査ってもうちょっと伸ばせたなっていう発言が、3番さん村っぽいなと思ったかな。と、5番さん違和感、ちょっとね、時間ないけど、5番さん違和感があって、4番が6から行くって言ってるけど、どう考えても1、7のどっちかの欄だと思うから、そこが違和感だったかな。なんか白い位置が3番ぐらいしかいないかなって感じ。まあ、17釣り切ります。1番のプレイヤーが発言します。まず8番に言いたいことなんやけど、7番決め打つ理由ないよね、マジで。だから普通に考えて8番目線、本当9番が言った通り7のローも追わなきゃいけないんだ。で、それを追わないってことは、どうなんだろうね。で、26、のね、もう俺も2の出方別に好きじゃないんだ。てか普通に7の出方も好きじゃないんだけど、てか普通に俺潜伏嫌い派だからあんまり好きじゃないんだけど、てか別にそもそも9が偽っぽいって8言わなかったとしても、俺霊能やけど絶対出るよね。なんかドヤ顔とか言ってくれて、ドヤ顔なんか全然してねえし。って感じですね。霊能釣り切るんだったら7から言ってくださいしか言いようがないです。で、占いの精査はぶっちゃけた話分からんけど、出方的には絶対2が偽っぽいんだよね。だけど、3と4と5については、今んとこ。今んとこっつうか、全然別に、てか俺も普通に2626を追って、7強靭8じゃん。どう考えても8が一番怪しいとしか思いようがないんだよね。くれって言うとね。まあでも今日は絶対7から言ってください。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。みんなクリスマスプレゼントは欲しくないのかい？
投票が終了しました。追放されるプレイヤーは1番1番の遺言を発表してください。はい、レガシーの霊能なんですけど、まあまあまあいいや、俺から釣られたとしてもいいんだけど、現状7番が俺に黒を打つことはできないね、絶対。で、白、どっち白を打つことしかできないから、まあいいとして。26よね、ほんと。難しいね。どっちが本物なんやろうな。村のみんなはね、ちょっと、26のどっちかに人外はおるのはもう確定しとるから、芯決め打つんだったら絶対当ててね。お願いします。頑張ってください。以上です。夜が更けました。人狼に聞き。俺を選ぶなんて悪い子だな。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。9番のプレイヤーが発言します。4角白4が角白で1が白、8紙入るんだ。新郎新郎だったら8、俺なんか自分の発言終わった後にもし仮に新郎新郎だったら4番だけじゃなくて8番も巨人っぽいなと思ったね。7番が出てきて8巨人が降りたっていうのも分かるけど、そしたら、8巨人目線って7が狼に見えるから7残したいっていうかなと思ったけど、8神入るんだ。いや、あんまり情報の更新がされてないけど、1番さん結構あれで死んだったらきついな。だけどごめん、俺目線の、占い審議、まあ今のところ6が新っぽいなと思ってるけど、3号の色付けがまだ見えてないから、今日は7行くかなと思ってます。ぐらいですね。ほんと情報の更新がされてないから何とも言えない。2番さんは9番占った理由をしっかり言ってほしいかな。6番さんは7番さんに言われても4占った理由をしっかり言ってほしいかな。6番さんのマイナスポイントって、占い師だったら占い先って言わない方がいいですよ、安易に。ぐらいかな。てか6番さんが死んだったら3になるのか。新郎新郎だったらな。いや、わかんないですね。はい、とりあえず7いきます。2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ9番さん、まあ、どこ占おうか迷いましたね、正直本気で。いや、まあ、セオリーっていうか、本気で占いたかったなと思ったのは8番さんやったけど、まあ、なんで、まあ、8番さん噛まれたんか知らへんけど、あと、まあ、9番さんの2周目の発言で、まあ、6と2なら6の方が新っぽいって発言結構残してたんで、なんやかんや、まあ、8番、まあ、その前らへんの人も、なんかそういった方向やったかなっていうところもあって、で、9番さんも結構乗っかってたとこがあって、9番さん的には相方で、6番さんを芯で持っていきたいのかなっていうふうに捉えてしまったから、僕は9番さん占うべきかなって、なんか思いましたね。で、まあ、自分が占う位置としては、まあ、白であってほしいって思うところも占いたいなって、まあ、占い者だった時に決めてたんで、まあ、9番さん、あとは、まあ、現状、まあ、6の相方として、まあ、僕目線はもう5か3しかないんですけど、まあ、8が地神じゃない限りはね。まあ、8の地神は、もう終わんとこ、8が地神やったら、もう、僕は、もう、ごめんね、あ、乾杯かなと思っていて、まあ、5と3で比べるなら、単体で僕は3番さんかな。1週目の、1日目の、あれ、まあ、乗っかりとか、なんか、3番さんは、別陣営で様子見たらいいんかなっていう印象しか一周目から思ってませんでした。3番のプレイヤーが発言します。はい、
まず自分が7に行った理由ね、7番さんっていうのは6番4占うっていうところに関して、俺もうんと思ったのは、6番の占い先っていうのは8かは俺じゃねえかなと思ったんだよね。なんだけども、7番さんが4がもし黒だったら地神を追うのって言ってるんだったらば、7番さん目線ってのはそんなこと言わないで、4っていうのは6を通用する、図式で言って、2、4の白囲いをしているとなると、4番さんからの口から6を釣った後2を釣ってくださいっていう言葉が出るか出ないかで判断すればよかったんじゃないのかなと思ってるんだよね。それなのに7番さんっていうのは、まあ今隠し色になっちゃったんだけど、4を白置きしてる、その目線が気に食わなかったから7に行った。それだけのこと。うん。あんまり深く考えないで。で、俺目線っていうのはもう囲い盤面でしかないんだけども、隠し色ができてる盤面で。2番さんっていうのは、5。で、急な発言っていうのは終始、うん、で、俺だって急で黒要素拾えてないもんな。全然。だから、ちょ、ごめん、すげえ、ごめん、あれか、助かった。俺目線ではもう2級老老か、6号老老かで、7強か、1強か分かんないんだけど、今回申し訳ないけど、7番さん釣られてもらってもいい？本当は色見てもらいたいんだけどもさ、そういうわけにいかねえんだよ。うん、2匹残ってっから。6号か、2級に。だから、これで、もし万が一7番さんが、そうするともうピーピー起きてないでしょ。だから、うん、ピーピー起きちゃうから、7番さん問答無用で釣られてほしいんだけど、これ、ダメ？ね？いい？7番さん、以上。4番のプレイヤーが発言します。もう村で7番の方だったらいいんじゃないですか。もう村が悪いんだから、1番の芯を追えなかった村が。じゃあ6番釣りましょう。うんうん、いいじゃないですか。うん、5番さんがね、あんなにね、村の中でね、最白なのにね、噛まれてないんですよ。6号じゃないかなと僕は踏んでますから。おばんさんって村でもう超最初じゃないですか。狼視点さ、2級か2、3の狼だったら、4とこだったら5番神でしょ。白もらってて。得体が知れない4番と。村で超最初の5番残ってたら、5番神じゃないですか。うん。あれなんか、噛まれない理由があるんですかね。6号ローロとか。うん。ってことで、まあ6でいいんじゃないですか。うん。だって、私、噛まれてることを考える狼ってやばいんじゃないですか。はい。噛まれてることを考えてるイコールもう白じゃないですか。で、もう狂人だと思ってるかもしれない人を占ったんでしょ？じゃあもう真じゃないじゃないですか。しょうがないじゃないですか。2番に勝ってもらいたいですよ。うん。だって6はもうメンタル真じゃないから。だから2番が王さんの色付けすればいいんじゃないですか。で、7の色見てな、気に入らなかったら7を釣り、3号やるでもいいし、3号の事実上のローの人に行ってもいいんじゃない、しゃあないんじゃないですか、6番が。まあ、4占いしてるんだから、いいんじゃないですか、もう6つって。はい。5番のプレイヤーが発言します。マジっすか、4番さん。また6から？2番が死んだったら6、3かな。うん、2番偽だったら2、9、2、3。あ、すみません、そういうこと？これ4番巨人もしかして。ちょっと4番の言ってることがちょっとわかんなかったような気がするんだけど。じゃあ今日は7から行きましょうね。はい、7行き。明日2、6、星座って感じでいいんじゃないか。はい。7、1、2、6、星座。まあ、進路じゃないと思うから4番は白だね。はい。はい。2、6、2、1、1、ロー。7、1、2、1、強。4番は白で、これ9ですね。9ロー。つまり2、偽だ。2、偽です、これ。急に白出してる2、偽です。はい。なんで今日6番いけない。マジで？え、マジ？これ激アツ展開じゃん。あ、マジ？あ、4番が騎士か。ってことは、これ分かんなくなってきましたね。はい。激アツ展開は終わりました、今ので。これ3、4、2、1、ロー、2、6、2、1、ローって感じだったと思いきや、4番がいい。あのさ、4番ってしっかりしてくんね。なんで？俺もう、黒ないんだけど。あ、これ3番さんマジか。キキ？え？ってことは。いらねえんだけど、このアーマーとかね。6番のプレイヤーが発言します。
ん ?3 番さんどっち、まあ3番さん騎士ってなると、なんて言うんだろうな。3番が騎士だとしたら4番マックス強人になって7番狼確定するんだよね。3が真世界ってことは。世界って言葉じゃなくて3が真だとしたら7狼ってことだよね。で、4番の強人が騎士もワンチャンあるんだよ。全然ある発言、発言。7番の黒要素じゃなくて4番の発言時点で。で逆に村目線で言うと、なんて言うんだろう、4番の逆の白要素を知りたかった、ね。だから自分視点じゃなくて、村目線、でも、特殊できたらできたで、すっきりすると思うじゃん。だから僕は極力も絶対に黒が見つかるっていう状況以外で、占い師の時は、クロスをするようにしてる。うん。で、4占った。で、7番は今から、9か?なんていうの、4占わなかった6番の新切るって多分言うかもしれないけど、僕は普通に4占いたかったから占った。はい。で、別に、初日じゃないわ。昨日の段階では、別に4番を強人だと思うから占いますなんて言ってないです。言ったとしたら言い間違いです。はい。で、隠しろできたらできたら美味しいし、狼も別にあると思って4占いました。はい。で、2番の出現というか、言ってることおかしいことは、2番っていうのは、なんて言うんだろうな、ちょっと時間ねえな。村で、なんて言うんだろうな、ちょっと時間なくてちゃんと言えんな。白いと思った人を占いますみたいな言い方したんだよね。うん。で、2目線って9じゃなくて絶対5を占うべきだったと思いませんか、村。はい。で、とりあえずもう7つらしてくださいね。7狼は見えてきた、今ので。はい。7行ってそっから次で占い精査してください。はい、7つ言います。以上です。7番のプレイヤーが発言します。6番に言っとくけどさ、この盤面から一番強いのって3ずりっすよ、6番。3、4で1陣外。2、6で1陣外。7、1で1陣外。全陣外露出。5、9、村はじき。わかります ?6 番。で、出方的に発言聞いて1番が偽だっつって1番つってるんですよ。で、2番に関しては8が噛まれてる理由わからんっつってるけど、8番が騎士だと思われたんじゃないの ?8 番のあのスラって役持ってないとできないよねって7番に言ってるってことは8番、8番さんがそれこそ役持ってるって読んだんでしょ ?8 番が人外でああいうことするわけないんで。だから8が噛まれてるよ、そうこう。で、3に関しては9のクリオスが見つからないっつってんだけど、9って、8が狼だった時って7にああいうこと言えるかなつって8を村弾きしたにもかかわらず9は1で白結果出た場合その瞬間から8の偽も追わないといけないなんで噛まれたんだろうとか言ってるんですよ。その9を白弾きできますかね3番さん、はい、俺は4が真の騎士だと思ってるんで俺守ってください。で3釣ります。3の色見せますね。で3が狼だった時に23か63かそれはまあ後からまた考えようかなと思ってます。5、9は村。はい。だから3が9に、9の黒要素が見つからないってのは多分3が狼で、9の村好きしてるからだと思ってますね。はい。今日は3釣りましょう。以上です。4番さん、俺守ってください。全プレイ。え?私が悪人ですって?もう、怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは7番の遺言を発表してください。247が3、247。ああ、OKOKOK、分かった分かった。あ、じゃあ63陣外ですね。はい。ここで3釣れないのって陣外ですね。8番じゃねえよ。間違えた。1番のあの発言量とあの精査量、そしてあのポンコツみたいな内容で、一番の新規ってみんな投票したにもかかわらず、ここで7つってるんですよ。6番は自分の新規るとかいう発言するんじゃないですかねって、そういう懸念する前にあなたはちゃんと人狼を探すべきですね。7つってる場合じゃないですね。で、2の占い先がおかしい。なんで5占わないんですか?クロス飛ばしてない2って黒いですよねって6番さん言ってるけど、5番の発言聞いてます。5番って4に乗っかって、あ、僕も6でいいですってドライブするでなんか買ってるようなレベルですよ。つまり、6番が4に強靭人選を感じるならあれば、5番さんも2目線って強靭選感じてるから、2が5占いない理由に関しては全うですね。はい、63ローロー、以上。夜が更けました。騎士の方は、夜。みんな、クリスマスプレゼントは欲しくないのか?
かんでこないんじゃない？だって死にを死に切ってっからっていうのを読んでるけど、そもそも 3番がアーマーとか食ったら寝言してんだったら5番守りは全く意味ねえわ。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。5番のプレイヤーが発言します。大体3裏なってねえよ、はい、これ6番が2クロー、3クロー、3番釣り、これ3番負け、これマジ5球村でしょ。で3番釣りっすね、これはおそらく。そういうこといいの？占い先が変なのが6なんだよね。違う？てか真面目に3占いしかないだろこれよ。ほんと勝つ気あんの6番って。教えて。6番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。僕目線459白で、どっち占ってもいいんだけど、てかダメだろ、ね、どっち占ってもいいんだけどさ、はい、でてかダメだろ。問題は3番の色見ないと。23ローローなのか27ローローかっていうだけですね。だから3占うことが大事だったと思うけどね、色的に。4番の強人。ていうか、7つになくちゃいけない。どうだろう。まあ、何面上発言的に7番さんも、すごい。ていうか、4と3の星座ってつかない、騎士の星座。2、3、ロード。マジでどい日なんだけど、嘘でしょ。うん。で、2番さんも、それ、なんて言うんだろう。3白出したら怪しまれるから、もう3黒打つしかなかったんじゃないかな。うん。だから、どの道村目線でも自分目線でも3落とし、ね。で、そこから2と6の精査してください。あのさ、7の話がドンピシャだろ。8、騎士と4で噛んだんだろ、これ。もう確定じゃないですよ。なんで9番と5番って3番いけないの？うん。で、僕目線は占い。7の話でドンピシャだったじゃん。でも、うん、騎士って言うと思うけど。なんだろ、この変な感じ。あ、まあ、僕はもう普通に3やってください。やってないよね。やってないと5、9村なんだよ。はい、で、なんとなく言うんだろうな。2番っていうのは3、6主張してくんのかな。だとしたら僕はここから2、うんと普通は2に持ってきますよ。発言で投票。まだ順番はいいや。それ3つって、そこから2と6の精査してください。はい。ぐらいかな。そうですね。最終日頑張りますね。ね、はい。以上です。9番のプレイヤーが発言します。いや、7番さんは圧倒的に偽だと思ってるんだよね。7番さん目線って1白出てるから3が狼でしかないから、3の色見たいって言ってるのは7番、あの、霊能じゃないなと思って。てたし、その発言を聞いて3に行った人すごいなと思ってるけど、ただ27ロール4強にしか見えないんだけど、ただ4番噛まれてんだよな。あー、何これ、この紙何？だってあの盤面って7つって34がさ、5級のクロス5へしてればよかったくない？ 6 番さん言ってくれるかなと思ったら言ってくんないさ。7番さんもなんか3言ってとか言ってるしさ。まあ7番が死んだったら3言ってわかるんだけど、3が狼でそっからのラインをちゃんと言ってほしかったな。7が本当に死んだったら、でも2が偽で3に黒打って、つが占い先見れば6は変だよ。2が死の時って3黒で、占い先だけで言うと変だよ。だって6は3行くって言ってるから6の強なんてないよね。3、6、ローの17が新強だよね。3番占いしかねえだろ。てか6視点3番の色って何なのっていうのが分かんない。でもその時って黒、そのことだって7番って3の狼知ってるから何の色かを見なきゃいけないじゃん。そっから2番の色を推測するっていうか、2番の色を占う必要はないんだよな。いや、3が新かもしれないけど3行くしかないよね。はい。2番のプレイヤーが発言します。珍しくちょっと仮に考察しちょっとできそうかなと思ったのが 2点見つかりましたんで、それで言うしかないかなっても現状思ってます。1つ目は4番さんが騎士で後から出てきたけども、まあ、その前の発言でもし噛まれたら6番さん偽だからねっていう発言を言ってましたよね。そういった発言するぐらいの、まあ、7番さんからも叩かれてたけど、そんな強人みたいな発言するような強人って言いますかっていうのと、そこからの騎士なんかわざわざしますかっていうところで噛まれてますよね。
いやいや、4番さん新騎士でしょ、これ。としか言いようがなくて、それちょっと分かってほしいなって思ったのと、6番さんが一つ失言っぽいなと思って、失言ちゃうかなと思ったんが、3番さん多分、もう、村人目線、狼でしょみたいな発言を先ほどされてたんですけど、多分じゃなくて、まあ、71におる場合もあるんか。やけど、まあ、3番さんからいかんとダメな盤面じゃないんかなって素直に言えんかな、言えないところが、見せ要素かなって言いようしかないかな。もう3番書いてください。で、6番釣って終わります。以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい、自分新騎士です。これから全部説明します。あの段階で自分が騎士と出て騎士権限で2965ということで囲い盤面と言ってもよかったんですが、4番さんの隠し色が生きてるじゃんな場合に、4番が強靭で騎士ムーブ取ってきましたね。で、俺は一瞬4番さんにアーマーで渡そうと思ったんですけど、冷静に考えると、4番っていうのは6に行きたがってた人物なんですよ。そうすると、俺目線っていうのは、2か6か6か分かんなかったんですが、いいですか ?2 が俺に黒打ってきたんで、今2が黒確実なんですが、4番っていうのは絶対に噛まれ位置に入らない。もし2がローだったら4番っていうのは6に行くって言ってたで、2番の狼っていうのは4を噛めないんですよ。だから、5を噛みに行くんだなと思って、だって9に白出してるわけだから。だから、5を守ったんです。そしたら、4が噛まれてしまった。で、この盤面で、2番っていうのはもう最後に残った俺の騎士に、黒を打つしかなかったってことですよ。うん。囲い盤面見たんですけども、そういうことも発言から、5と9の発言からで、9番さんがもし狼であれば、2級ローローであれば俺のことを釣り押せばいいんだが、この5に呼んでまず9番さんっていうのは、8と7の精査、1と7の精査を未だやってくれてる人なんで、だから俺っていうのは、7番さんにも言われたんだけど、9が狼とは見えないから、村弾きと言ってのはもう、発言精査から狼って見えてないからね。ということで、27ローロー4強でございます。はい。簡単です。2に行ってください。最短ルートで終わります。このゲーム。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは8騎士と思ったっていう7の解説がドンピシャだったんだけど、もう5球しっかりしてくんね。もうこんなもん6、3に決まってんじゃん、もう。2、3のロラなんで2を釣り切ってください。お願いします。船と村負けます。以上です。夜が更けました。乗っ取りができたと思ったんだよ。気をつけてください。まさか俺は騎士と思わなかったでしょう。違ったんだ、俺が。俺は一瞬アーマーだと思ったけど、やっぱ出なきゃダメだと思った。これで乗っ取られたらまずいから。一応ね、前の日は9が6入ってるから噛まれないと読んで5番いったんだけど、俺噛まれだし。昨夜まあ最後の戦いは32か36、まあ6だと思うけど、こんな2番ちゃんいきます。6番のプレイヤーが発言します。嘘でしょ、もう。はい、最終的には2、3ローローかなって思ってます。6、6打つの遅いですね。2番さんで2番さんに言われてたけど、まあ、5番さん分かってくれると思うけど、僕2番っていうのは3番を何だと思って釣ってんの、マジで。って言ってるけど、3投票僕してますよ、見てください。しかも僕3投票するって発言で言ってますから。2は釣るわって。全然7の狼の可能性はあるけど、7番死んじゃん。盤面上でも4が死にしか見えなかった。だから普通に3を切り捨てるしかなくて、2、3の狼だったらな。嘘でしょ、6って3番を占ってない占い師が死んだわけねえだろ、もうよ。てくると思います。で3だけどだもう2番行ってます。で5番さん2行ってるからもうさ、なんとか前日の時点で終わりでした。もうこれ、はい、ケンマさん分かってくださいね。はい、だから2、3ローローかな普通に。で 2、3番を切り捨てるしかなくって、それに黒囲いかな2日目のってぐらいしか言えんすね。であとの2番さんの偽要素は今言った要素プラス
ロッククロー打つのが遅かったぐらいかな。まあ、それはちょっと、上げ足取りって言われたらそれまでだけど、2番さんに前日上げられた黒要素っていうのは全く黒要素ではないです。僕言いました。3から釣るって言ってるし、ちゃんと3投票してます。投票見てください、9番さん。はい。2番言ってください。2、3、ロー、ロー、1強かな。うん。7番多分死んだと思うね。はい。以上です。9番のプレイヤーが発言します。いや、わかんない。最終的な内訳わかんないけど、2、3、ロー、ローで、1強ってこと ?6 番3目線って。で、2が3黒囲いして。意味ある?だってそれ。いやー、でもね、2、6比べたとき2いっちゃいそうなんだけど。あの時点で、3、4で、3番さんがまず騎士で出てきたじゃん。3番さんが騎士で出てきて、3がもし狼だった時ってさ、8で騎士噛み抜けてなかったら自殺行為だと思うんだよね。で、4番が出てきて、3番が1回すらして、で、3番がもう1回出てきたのは4が居座ったから3番が出てきたってことでしょ?で、3番目線っていうのは進路進路が確定して、4番の強靭が透けてたけど、4番が噛まれた。で、2が2戦になるから7が2戦。やっぱ2かなぁ。いや、俺7番さんのその3の色見たいがね、すごい引っかかってんだよな。ちょっと現状2に傾いてるけど、はい。2番のプレイヤーが発言します。ああ、まあ、5番さんに関してはもう2行きますで終わってしまうし、9番さんに関してはどうだろう。僕は9占った理由もちゃんと述べたし、まあ、7番さんってすごい鋭い人だなって素直に感じましたね。昨日か、おとついの発言か。あの投票結果から4、7、2が3にいってるっていうの。やっぱね、まあ、どうして5と9がそこまで2に行きたいのかっていうのがちょっとわかんない。9番さんはなんか2の、あの、潜伏があんま好きじゃないからとかいう理由最初の日なんか言ってたけど、まあ、それを理由になんか釣りをしてきてるのかなって僕目線も疑ってしまうから、ただ単にそういう理由で占ったよっていうのは伝えたし、9番さんをね。なので、まあ、6いかんと、僕行かれるともうおまけっすね。としか言いようがない。3は、まあ、キューバさんが曰く、3はなんか、あの、8が騎士じゃなかったら、って言うけど、8が騎士と思ってたから8神に行ったんじゃないかな、としか。まあ、僕目線でもね、8のムーブってすごい、なんか、特殊やったから、まあ、騎士と思う可能性もあるなっても思ったし、だからそういう面でも7番さんの考察っていうのはすごいなっていうのは、だから申し訳ないなと思う。釣られて負けてまうのは。本当に信じらんねえ村だと思うわ。7の神は追えねえし、3番と6番のつながり、6の占い先、2の発言、これで2番釣る村ってやばいと思うんだけど、どう考えてんのこれ。まだ一筋の光が。粘れ。あるけど3、いやーもうこれ占い先も含めて。発言します。粘れ、最後に。9番さんは。5番がなんでロック外れねえのか震えてんだけども。それとも1回発言聞きたかったのかよくわかんないですけど。まあ、どっちも、なん、伝わって、まあ、前者の方を信じたいかなと思ってるし。3、2、3、ロールと追ってる人が、追ってる人が、3番占わねえんだって、もう。6番さんも、まあ、今日に限っても、なんか、その3に投票入れてたからねっていうのも、ただ単に、ラインギリアンとしか僕は言いようがないんやけど、どうかな。5番さんに関しては、どういう風に触れたらいいか、ほんまに難しい。わからへん。正直。ちょっと。5番さんの昨日の発言もちょっとわからんとこあったから、逆にわからんくなったし、一瞬。
あの囲ってんかなって6号でっていうのはあったけど、6番のプレイヤーが発言します。ん？最後なんか6号を囲っててなんとかって言ってた。まあいや、それはいいとして、もう一つ言うと、僕の新要素というか、ちょっと自分で言うとわざとらしいけど、さっき言ったこと以外のことで言うと、5番の発言、K 番さん聞いてたと思うけど、もう前日から2番投票してますね。はい。で、その時点で僕まず、6、5、3が2位行ったら終わってました、その時点でね。2が新世界っていうのは3、6、ローローだからね。で、プラス5番の今の発言でも2位行くって行き切ってますよ。僕だったらもう9巻でそのまま終わります。5、6で2位投票して終わりです。はい。紙なしなんて選択しません。ぐらいかな。それ以外は、何他言ってないことあるかな。ないな。うん。さっき言った通りですね。はい。ぐらい。2番言ってとしか言いようがないです。僕は狼だったら、そのまま2位投票前日からしてます。そして9番噛んでます。5番を2位行くしか言ってないし。うん。そのまま 5、6で2位投票してますよ。9番さん噛んで。はい。2番言ってくださいね。お願いします。あのさ、この村すごいと思う、俺。投票が終了しました。なんで6が真になんの、この村。追放されるプレイヤーは2番、この村すげえと思う。ひどいと思う、7番、2番つって。マジでひどいと思う、この村。ってことで、真でした。2、3、ロー、学校寄ってる村があるんだぜ、この村。6番が2番、占って6番。いやいや、どう行動がおかしかっただろ。誰がどう見ても6の3占いなんかあり、2占いなんかありえねえだろ。ひどいと思うわ、こいつら。5番と9番、マジでひどいと思うわ。7は釣る、2番は釣る、お前ら何考えてんだよ。まあ、それもそれやしな。悪いけど、これもう見てる人たちもみんな思ってんだけど、7と2を釣る村って、もうさ、奇跡レベルだと思うわ。4神が入ってたから6に攻め決まってんだろ、もうって言ったんだろ、あれほどよ。もっと、頑張っていきまーす。7の言った言葉も届かないのか、8番をキチラと思ったって。気をつけてください。3、6に決まってんだろ、なんで6番が3番占わないんだよ。あのさ、ひどいと思った。ひどいの一言。2番の話聞いてないだろ、本気でよ、5と9って。言葉ってのはその少ないかもしれないし、頼りないかもしれないけど、2番の話一切聞いてないだろう、これ聞いてる人の、俺もう信じらんないんだけど、これで、6番の、6番の芯を追うやつら。1名の方が亡くなりました。10番終了。人狼陣営の勝利です。だそうね。